皆さん、こんにちは。声優の金田朋子さんと俳優の森渉さんが離婚を発表しました。金田さん51歳、森さんが41歳と年の差があるものの、テレビで見る2人の関係は仲睦まじいものでしたよね。2人は離婚について、森さんの夢を叶えることがプレッシャーとなったことが大きな理由としていましたが、なんと早くも再婚するのではないかと言われ始めているようです。調査したのでご紹介します。2013年11月22日に結婚した2人。出会いはお友達のお誕生日会で、100人ほど招かれていたそうなのですが、森さんは100人もいる中で、変なオーラがある人がいると金田さんにたわいもない話をしたことがきっかけだったそうです。森さんは結婚するなら美女よりもとっても面白い人が良かったんだそうで、金田さんを見て何か感じるものがあったのでしょう。その後、話しやすいこともあり、交際に発展し、森さんの方から山、海、自宅と3回もプロポーズし、いい夫婦の日に選ばれるようないい夫婦になりたいと結婚をしたそうですが、森さんは2019年9月26日に金田さんとの結婚理由を自身のブログに綴っていました。その前日に TBS 系水曜のダウンタウンに金田さんが、うざがらみして旦那を寝かさない女王決定戦で女王になったことに言及し、番組内では終始優しく大人の対応をしていた印象の森さんでしたが、ブログでは、そりゃもううざかったですよ、意味わからん状態だったので、あのあとネタバラシがあってほっとしましたと、その時の心情を明かし、まあでもあのテンションと自由なところを嫌だったら、そもそもともちゃんと結婚できないのでと述べると、人生は一度きりだから、嫁も宇宙一刺激的な人がいいと思ってともちゃんを選んだつもりなので、そこのところは間違いなかったかと思いますと、金田さんとの結婚を決めた理由を綴っていました。しかし7月20日に2人それぞれブログを更新し、離婚したことを報告。金田さんは、この度皆様にご報告があります。先日、私金田朋子と森渉は婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました。突然このようなご報告になってしまい、申し訳ありませんと伝え、その後も長文で家族3人の幸せについて何度も話し合った結果、心だけは家族のままでいたいと思い、この判断になりました。渉くんと知り合ってから15年、お互いの夢を叶えるために二人三脚で頑張ってきましたが、いくつものステップを登っていく中で、私にとって夢を追うことがいつの間にか負担になり、プレッシャーに感じるようになっていましたと本音を記していました。さらにそこに娘も生まれ、ありがたいことに娘にも大きな夢ができて、さらに渉くんには近代五種という競技でオリンピック出場という新たな夢もできて、私が感じるプレッシャーはさらに大きくなってしまい、このままではまずいという気持ちが大きくなっていきましたとし、それでも渉くんと娘の夢を応援したい気持ちは変わらず、ギリギリまで踏ん張ってみましたが、それとともに少しずつ笑顔でいられる時間が生活から減っていきましたと綴っていました。森さんの夢を支えることに金田さんは重圧を感じてしまい、限界を迎えそうだったことが離婚の原因だったそうです。また金田さんは、渉くんは私の笑顔を奪ってまで夢を追う必要はないと言ってくれていたので、普通であればここで夢を諦める選択肢を選ぶのかなと思います。しかし彼は本当に努力家で我慢強くて、夢を叶える力を持っている人だと信じているので、彼の大きな夢を私のせいで諦めるのは申し訳ないという思いもあり、何度話し合っても夢を諦めるという結論には至りませんでした。それでもやっぱり私自身も笑顔でいたいし、大好きな娘の前でも嘘のない笑顔を見せたいし、笑顔を取り戻すために何ができるかを絞り出した私の答えが、戸籍上の夫婦関係をやめるというものでした。
と明かしました。変わった感覚かもしれませんが、私の中では婚姻関係でなくなれば絶対に夢をサポートしなければいけないという責任感からではなく、心から応援できると思いました。渡くんに夢を諦めてもらうわけでもなく、私も笑顔を犠牲にするわけでもなく、それぞれがそれぞれのペースで笑顔で生きていくために、そして家族の心が二度とバラバラにならないために、このような形が我が家には最適なのかなという結論に至りました、と離婚を決断した理由を記しました。もしかしたら常識とは違う選択かもしれませんが、これからも家族3人で活動していきたいと思っておりますし、これまで以上に3人で力を合わせて大きな夢に挑戦していきたいと思っています。そしてこの形で良かったと娘が未来で思ってくれるよう努力することが親としての責任だと思って精進してまいります、と決意を示し、長くなりましたがここまで読んでくださり本当にありがとうございます。渡くんにも娘にも支えてくださる皆様にも本当に感謝しかありません。こんな私たち家族ですが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです。よろしくお願いします、と呼びかけていました。森さんもご報告です、というタイトルで離婚を報告。私は妻の底抜けた明るさと笑顔に惹かれて人生を共にしたいと思いました。そんな妻の笑顔を奪ってまで夢を追う必要はないと思っていたので、普通であればここで夢を諦める選択肢を選ぶのかなと思います。しかし何度家族で話し合っても夢を諦めるという選択肢には至らず、それでも大好きな妻の笑顔を取り戻すために何ができるかを絞り出した答えが、戸籍上の夫婦関係をやめるという妻からの提案でした、と明かしていました。私もこの案には理解に時間がかかりましたが、と金田さんの提案に困惑したそうですが、これからも家族3人で活動していきたいと思っておりますし、家族3人で大きな夢も叶えるために頑張っていきたいと思っています、と前向きな姿勢を見せていました。あくまで戸籍上は夫婦で亡くなるものの、パートナーとしてこれからも共に過ごしていくようですね。2人は7月20日から21日にかけて放送されるフジテレビ系27時間テレビの企画100キロサバイバルマラソンのランナーとして名を連ねていました。森さんは2028年のロサンゼルスオリンピックを目標にしていると考えられます。なぜならロス五輪では森さんも出場歴があるサスケをもとに考案された障害物レースを新たに加えた近代五種が実施競技として採用されているからです。森さんにはその夢を叶えてほしいのですが、もしそれが叶わなかった時、二人が再婚するという可能性もあるでしょう。要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。